ようやくたどり着いたな。あれから6日は経つ。みんな無事だろうか。至急カレンに月でのバーチャルレコーダー映像とセンサーデータのリンクを頼もう。BBC のバーチャル編集機を使えればいいんだが。見張りはいないようだ。入ろう。パパ、大変よ！マークが、マークが！マークがどうした？デカチョ見て、これが今朝家に。くそ、奴ら、マークを。なんてこった。マークはどうなるの？ AMM は30周年記念のイベントでごった返してるわよ。奴ら、俺たちを AMM へおびき寄せて公的に射殺するつもりだな。今出て行ったら危険よ。彼らの思うツボだわ。俺一人で行く。奴ら、マークに何かしてみろ。ただではすまん。落ち着け、エド。俺たちが揃って出て行けばマークも助からん。じゃあどうするんだ。いい手があるわ。何？テレビを使うの。なるほど、テレビ中継車とはな。AMM にも何台か回していたのを思い出したの。 AMM 内の数箇所にカメラをセッティングしてあるわ。これだと外に出なくても監視できるでしょ。 AMM のほとんどの場所はカバーできるはず。ああ、それにこの無線があればな。エド、聞こえるか？聞こえるぞ、ジョナサン。メリル、聞こえるか？奴らを見かけたか？いえ、まだ見てないわ。でも私服だとわからないわよ。すぐわかるさ。奴ら顔色がない。顔色ね。そうだカレンさん、気分はどう？大丈夫、平気よ。ちょっとは良くなったわ。具合悪いのか？ジョナサンたちが月に行ってる間に一度倒れて入院したのよ。大変だったんだから。え？本当なのか？いつものことよ。気にしてたら何もできないわ。私のことより今はマークちゃんのことよ。ああ、そうだな。ジョナサン、いたか？エド、少しは落ち着けよ。分かってる。マークを見つけたらすぐ教えてくれ。マークは俺の息子だ。分かってる。俺は、エド、しっかりしろ。時間はいくらでもある。けど、結論を急ぐな。みんな、冷静にな。分かった、ジョナサン。俺は、月面コーナーを見張る。エドは月には詳しいからな。バカ言え。私はロビーへ行くわ。じゃ。ジョナサン、それじゃあ、このモニターの使い方を説明するわね。AMM 内には合計8台のカメラがセットされているの。このテレビ中継車には中継モニターが4つしかないから同時に4箇所しか見られない。それで？1台のモニターが2台のカメラから送られてくる映像を掛け持ちしてるわけだから、カメラを切り替えるときはモニターの上にあるカメラのボタン番号を押せばいいわ。見たいカメラナンバーを押すと、そのカメラからの映像がモニターに出るわ。簡単でしょ。左上のモニターはロビーに置いてある1番2番のカメラを、右上のモニターはビヨンドコーナーに置いてある3番4番のカメラを、左下のモニターは月面コーナーに置いてある5番6番のカメラを、右下のモニターは探査コーナーに置いてある7番8番のカメラをそれぞれ映しているわ。映像の違いは？それぞれ偶数のカメラはロングの映像を映しているわ。無線はどうやって使う？エドかメリルさんの映っている画面をクリックすればいいわ。わかった。じゃあ始めましょう。
ビヨンドコーナーのモニターが消えたわ。なんだ？メリル、ビヨンドコーナーのモニターがおかしい。調べてみてくれ。わかったわ。メリル、どうした？ジョナサン、誰かのいたずらよ。カメラにハンカチがかけてあったわ。ハンカチ？いたずらにしちゃ変だな。おとりかしら。メリル、ロビーに戻っておいてくれ。わかった。一回りしてから帰るわ。気を抜くなよ。私が気を抜くのは恋した時だけよ。じゃ。それじゃあ大丈夫だ。カメラにハンカチがかけてあったそうだ。ハンカチ？子供のいたずらだろうか。エド、注意してくれよ。わかった。あの男、あのバイクの男だ。エド、いたぞ。どこだ？ビヨンドコーナーだ。メリルと連絡が取れん。エド。わかった。ビヨンドコーナーへ向かう。メリル、来たぞ。さっきビヨンドコーナーにいた。見失ったの？そっちに行ったかもしれん。気をつけてくれ。わかったわ。マークだ。マークがいたぞ。それにこの宇宙服、石田の着ていたものだ。よかった。マークちゃん元気そうよ。メリル、マークを発見。宇宙服の男とロビーにいる。急いでくれ。ロビーだ。他には？二人しか見えない。わかったわ。ロビーへ向かうわ。Thank you.
探査コーナーだ。マークも一緒だわ。エド、メリル、二人とも聞こえるか。いたか。え、どうしたの。見つけたぞ、探査コーナーだ。探査コーナーへ急げ。了解、探査コーナーね。すぐ行くわ。俺も我慢ならん。探査コーナーへ向かう。待て、エド。マーク。エド、罠だ。後ろにレッドウッドが。ジョナサン、どこだ。見てるか。お前の目の前でこいつを殺してやる。エド、危ない。安らめ。ダメよ、ジョナサン。彼、ジョナサン、マークは無事よ。早く救急車呼んで。デカ長が。ジョナサン、あいつだ。あいつもグルだ。ジョナサン、今度はお前だ。ジョナサン、救急車を呼んで。ジョナサン、ジョナサン、どうしたの。ジョナサン、ジョナサン、クリス、エドはどうなんだ。手術はうまくいったみたい。でも意識が戻らないの。しばらくこの ICU で様子を見ないとね。パパ。デカ長、できるだけのことはやってみるわ。あとは祈るしかない。クリス、エドが良くなるまでエドが入院してることは内密に頼む。担当医やナースにも漏らさないように言ってくれ。分かってるわ。患者の命を守るのが医者の務めよ。ジョナサン、パパ大丈夫よね。アナ、ごめんなさい。私がそばにいながら。いや、アナ、俺がエドをこの事件に巻き込んだ。エドは嫌がってたんだ。違うわ、ジョナサン。パパいつもジョナサンのこと言ってた。ジョナサンが帰ってきてくれたって生き生きしてた。あんなパパ見るの、母さんが死んでから初めて。エドがそんなことを。私、パパにうんと長く生きてもらいたい。これまで私、パパに苦労ばかりかけてきたもの。パパ、私のこと気にして再婚もせずに。LS のバッグの時だって私無茶な注文してパパを困らせた。アナ、あれは知ってるわ、ジョナサン。でも私嬉しかった。そんなに私のこと気遣ってくれるなんて。私はパパから本物の愛情をもらったもの。アナちゃん、マークちゃん、パパは心配ないわ。私たちがきっと元気にしてみせるわ。メリル、あなたたちを頼む。彼の容態を見てくる。どうですか、カレンは。やっと落ち着いたところです。カレンさんの親族の方ですか。いや、知り合いです。彼女、とても危険な状態です。こんなに無理をして、あれほど安静にしていなければいけないって忠告してたんですが。そうだったんですか。私はカレンさんの主治医、コリンズです。これまでカレンさんの治療を担当してきました。あなた、どこかでお会いしましたか。いや、人違いじゃないですか。まあ、どうでもいいことですがね。ジョナサン・イングラムさん。え、大丈夫です。警察には言いません。心配しないでください。
あのニュースが本当か嘘かなんて、あなたやカレンさんを見ればわかります。あなたは俺を信じるんですか？医者というものは本来体のことだけではなく、心の中までも診察できなければね。ありがとう先生。感謝するのならゴドウィン理事長にしなさい。我々は彼女に従っているだけです。それよりも彼女の容態が心配です。それじゃあその HLA 型が適合するドナーは見つかったんですか？これまでビヨンドの骨髄バンクを探しましたが、登録されている人の中にはありませんでした。しかしこれは違法なんですが、ビヨンドのデータをハックしたところ、カレンさんの HLA 型に適応するドナーが一人いました。ゲイツ・ベッカーという人物です。ゲイツ、なんて皮肉だ。知り合いですか？その人物に問い合わせをしたんですが、我々の要請に答えてくれないんです。ゲイツ、なんとかここへ連れてきてもらえませんか？彼以外には患者には兄弟がいないですから。ですがごく稀に何か両親の HLA 型の一対が偶然同一のタイプである場合、ごく稀ですが親子でも一致の可能性はあります。ただカレンの両親はすでに死亡している。はい、残念ながら。それに本当のところ何です？彼女の戸籍や遺伝データは我々には閲覧できないようになってるんです。徳川社員の家族だから。ええ、たとえ医師であっても徳川の許可がないとね。そうです、念のためにあなたの HLA 型も調べさせてください。ああ気休めだが。すぐ終わります。この血液を用意してある抗体を使って HLA の番号を調べるだけです。 HLA 型の検査は約5時間ほどで終わります。実際に骨髄を抜くときは少し辛い思いをしますがね。え？そんなに心配しなくてもいいですよ。今は採取した骨髄細胞を人工培養して5、6倍に増やすことができるようになりましたから、献血程度で済みます。ジョナサン！お、どうしたメリル？ジョナサン、マークが星の絵を描いてくれたの。どうしてもジョナサンに見せたいって聞かないのよ。それにこの子病室にいたがらないの。マーク、
お前。これがそうよ。この左側のバイクスーツの男はレッドウッドだわ。右側が宇宙服の男か。ん？これは？この花の絵は何だろう？それが私も気になって、あの時現場には花なんてなかったもの。花か。何の花だろう？もしかしてそれ、マークが好きなラベンダーの花かもしれないわ。ラベンダーの花？あの時そんな花咲いてたっけ？ジョナサン、一つ言っておきたいことがあるの。デカ長があの時どうして撃てなかったか。どういうことだ？デカ長は5年前、マークの父親を彼の目前で射殺したのは知ってるわね。そのために銃が抜けなくなったのも。マーク中毒者だった元 AP のフローズナーだろ？そうよ。そのマーク中毒者の名前は、リドリー・レッドウッド。レッドウッド？現 AP のトニー・レッドウッドの双子の兄。人工授精した時期は同じだけど、受精卵を孵化した時期にズレがあるから年齢が違うの。つまりあのレッドウッドがマークの叔父になる。マークにしてみれば本当の父親と見分けはつかない。デカ長はマークの目前で引き金を引けなかった。5年前の事件とオーバーラップして。この子の前で撃たれることがパパのマークへの謝罪だったのかもしれない。エドはあの時なんて言ってた？撃たれた時。確かあいつもグルだ、騙されるなって。どういう意味かしら。そうだ、マークの絵の意味が分かったぞ。ねえジョナサン、分かったのね、誰なのこの宇宙服の男は。ジョナサン、ガソルでその人物を刺してみて。さあ。いつもラベンダーの香水つけてたもの。まさかあのクリスさんが。でもこの頃にで香水つけてる人なんて他にいないわ。しまった、どうして気がつかなかったんだ。マークは知ってたのね。それでまずいわ、彼女デカ長の病室よ。アナ、マーク、危ないからここにいろ。俺はエドの病室へ行く。クリス、よせ。エドを殺すつもりか。いや、来ないでジョナサン。クリス、どうして。来ないで、それ以上近づかないで、飛び降りるわよ。どうしてなんだ。私、こうするしか仕方なかったのよ。誰に頼まれた？徳川よ、エドをバイオモートに。ごめんなさい。それじゃあ石田に代わって AMM におびき寄せたあの電話もクリス、あんただな。あなたみたいなよそ者にはわからないわ。ビヨンドで生きていくには
宇宙で生きていくには徳川に身も心も売るしかなかった。ここでは誰も徳川に逆らえないわ。両親に先立たれ、残ったのは多額の負債とこの病院だけ。こんな大病院なんとかやっていくには徳川に取り入ってこびるしかなかった。私は人として生きることを捨てたの。女の幸せも。クリス。それに私の息子のためにも。息子だって。あなたも見たでしょ、理事長室の写真。あの子供の写真か。モデル生命が危うくなったあの頃、私はもう一度マスコミの注目を浴びようと必死になっていたの。お金と政府の援助が欲しかったから。それで当時ビヨンドでも問題になっていたフローズナーの代理母に。フローズナー、まさかそれがレッドウッド。そうよ、彼は私が産んだ。でもあの出産時の感染事故で、私は二度と子供を産めない体に。あの子が最初で最後の子供。しかし奴は政府所有のフローズナー。ええ、トニーは政府に取り上げられたわ。何度も裁判したけど、あの子は取り戻せなかった。私に母親の権利は認められないって。徳川のそばにいればトニーのそばにいれる。私、息子のそばにいたかった。そのために人も殺すのか。もう止められないのよ、私落ちるとこまで。クリス、まだやり直せる。徳川やゲイツの悪行を、このビヨンドにはびこる悪を法廷で証言してくれ。今のままじゃあんたもバイオモードと変わらない。受け入れるだけじゃなく自分から行動するんだ。生きるってのはそういうことだろう。できないわ、私には。人の命を救うのが医者だって言ったじゃないか。ビヨンドの病気を、人類の病気を治してくれ、クリス。奴らに関して知ってることを全部証言してくれ。お願いだ。私にそんなことできる？ビヨンドの病気を治すなんて。あんたならできる。私が。クリス。わかったわ。ジョナサン、すべて話すわ、何もかも。デッドウッド。ジョナサン、そろそろ決着をつけようぜ。俺たちは徳川ビルで待ってる。お前が勝てば本部長の小包も手に入るぞ。死ぬのは貴様の方だがな。エドと一緒に臓器となって人様の役に立て。待ってるぞジョナサン。許さんぞデッドウッド。Thank you.